ABC テレビは、脳腫瘍のため7月18日に28歳で亡くなった元阪神タイガース外野手の横田慎太郎さんの追悼番組、奇跡のバックホーム、29日後 2.30 を放送することを24日、発表した。同番組は横田さんの自伝的エッセイをドラマ化したドキュメンタリードラマで、昨年3月に放送された、病魔に侵されながら努力を続け、引退試合でセンターからのバックホームで走者を刺したプレーは多くの感動を呼んだ。横田さん懐かしの映像、元阪神監督、金本智健氏、55、矢野氏、54、田ゆかりのある人がコメントを寄せている。出演は横田慎太郎、間宮幸太郎、横田真奈美、石田光、田中茂太、丸山聡己、横田正幸、三浦影虎、横田慎子、村瀬さえ、TVR で見逃し配信もある。ネットの声、間宮幸太郎さんは阪神ファンで自分は右利きだからと左での練習をかなりやったとコメントしていました。このドラマは録画してたびたび見ていますが毎回泣いてしまいます。実際のバックホームのシーンなんか特に号泣。本当に短くて太かった人生ですがまたこうして放送していただいて嬉しい。そして引退してから講演会で伝えていた諦めない気持ちなどが多くの人たちに伝わればいいですね。横田さんもきっと天国から喜んでくれていると思います。あの時、横田のところに打球が飛んで、それを見えてない横田がキャッチしたのは野球の神様からのご褒美やったんやと思う。でも、実際にバックホームに成功したのは横田の体がそれを覚えてたから、今いる場所からどの方向にどれくらいの力で投げればいいかは、横田自身が流した汗が教えてくれた、猟奇的な彼女の中に、偶然とは頑張った人に運命がかけてくれる橋って言葉がある。奇跡のバックホーム。野球の神様がもしかすると横田を試したのかもしれない。見事に答えた横田慎太郎。素晴らしい。素晴らしい。岡山在住阪神ファンです。横田さんのことは購読しているスポーツ新聞で知っていました。そして先日の訃報。若すぎるが炎症だった。スポーツコーナーしか見ない。サンデーモーニング。で取り上げてくれて嬉しかった。落合、中畑漁師も気にかけていた様子で、落ち込んでいましたね。奇跡のバックホーム、泣いてしまいました。ABC も行きですね。TVR で見ようと思います。できれば全国ネットしてほしい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。